でもあのさ、昨夜寝る時のトーマの態度なんだけど、僕ちょっと引っかかってるんだ。なんだか悲しそうだったよね。君を抱きしめてるのにすごく寂しそうな顔してた。誰かに怒ってるんじゃなくて、どっちかっていうと自己嫌悪みたいな。はいよ、飯。って、まだ寝ぼけてんの？お前すごいぼーっとしてる。とっとと食っちまってくれよ。俺まだレポートあるんだから。トーマの邪魔してもなんだし、話は後にしよう。それじゃ、いただきます。ねえ、ねえってば。おーい、もう夕方だよ。ずいぶん長いお昼寝だったね。昨夜眠れなかった？睡眠不足なのかな。で、ねえ、大丈夫？寝すぎて頭はっきりしないの？おはよう。飯食ったらいきなり寝たから驚いたよ。疲れてたの？すごく気持ちよさそうな寝顔だから起こさなかったけどさ。ね、君本当にずっと眠ってたんだよ。まあ、お前が寝ててくれたおかげで俺もレポートがはかどったし、眠り姫も悪くないけどね。つうか、昼飯すっ飛ばして寝てて腹減らないの？減らないか、動いてないもんな。でももう少ししたら夕飯だから、それまでちゃんと起きてろよ。はあ、お昼寝で一日が終わっちゃったね。何もできなかったな。済んだことは仕方ないから、また明日頑張ろうね。って言っても、今は不用意に動けないけど、トーマ怒らせそうで怖いし。とにかく、細かいことはまた明日。今日は諦めて休息に励もう。こんなに昼寝しちゃって、夜ちゃんと眠れればいいけど。おはよう。うわ、すっごい寝癖。あと顔に寝跡。うつ伏せで寝るからそうなるんじゃないの？鏡見てこいよ。おは、うん、僕も鏡見た方がいいと思うな。鏡見たからって寝跡は取れないけど。昨日君ったら、夕ご飯食べたらまた寝ちゃうんだもん。よくそんなに眠れるね。とにかくトーマが朝ごはんの支度してくれてるから、顔洗ってこようか。はい、どうぞ。コーヒーおかわりあるから。わーい、じゃあいただこうか。ん？ねえ、まだ寝ぼけてる？ねえ、どうしちゃったの？大丈夫？僕の声聞こえてる？目は覚めてる？ねえ。もう夕方の5時だよ。まだ眠いの？また随分眠ったもんだね。もういいの？すっきりした？お前、今日も朝飯の後寝ちまったんだよ。昼寝の癖でもついたのか？ほら、起きて。せっかく取れた寝癖がまたついてる。お、やっと目の焦点があったな。お前、もしかして自分家では毎日昼寝してたの？ここでは無理して起きてた？昼間眠いなら、いくらでも寝てていいからな。お前が目の届くところにいてくれた方が、俺も安心できるしね。いっそのこと、ずっと眠っててほしいくらいだよ。起きてると無茶ばかりするからな、このお姫様は。って言われてもさ、毎日朝から夕方まで寝てるわけにはいかないよ。
これじゃ何にもできないもん。記憶の回復も犯人探しも。この間までは普通に7時間睡眠だったのに、急にこんなに寝るなんて、君どうしちゃったの？で、起きて！ねえ！起きた？ねえ、大変だよ、僕の話を。ああ、ダメだ、まだぼーっとしてる。しっかりして！ねえってば！あれ？起きたの？あ、おはようさん。もう夕方の5時もあったよ。最近ほんと寝ぼすけだな。もうちょっとしたら飯だから、ちゃんと起きてろよ。聞いて、トーマが作るものを口にしたらダメだ。僕、さっき見ちゃったんだ。トーマは君のお茶に何かの薬を混ぜてた。あれって、もしかして睡眠薬じゃない？きっとトーマは、食事に睡眠薬を混ぜて、君をずっと眠らせてたんだ。君をこの家から決して出さないために。あれ、箸がない。スプーンでは代用不可か。ああ、ダメだ、考えてる時間ない。今はとにかく具合が悪いふりでも何でもして食事を回避しないと。あれ、誰か来たかな。え、お前いきなりどうしたの。いきなりっつったって、そっちが電話出なかったから直接来たんだろ。邪魔する。って、おい、勝手に。シン！お前、なんでこいつがここにいるんだよ。あのさ、ここんとこ何日かずっとこいつ家にいなかったよな。そのことで何か知らないかと思ってここに来たんだけど、これどういうこと？はぁ、もう勝手に入り込んで。ここお前ん家じゃないんだよ。いいから答えろよ。これどういうことなわけ？ちょっとした事情があってね、俺ん家で保護してた。保護？そう、保護、危険回避だよ。ざけんな、俺にも黙ってどういうつもりだ。黙ってたのは悪かったけど、保護は本人の同意の上なんだけどな。だよね。だよな、こいつが自主的にお前ん家に来るわけない。強引に連れてきたんじゃなきゃ、こいつがおとなしくお前の家にいるはずないよ。ひどいな、そう思う理由は？そんなん決まってるだろ、こいつ自身がトーマに会いたくないって言ってたからだ。へえ、そうなんだ。お前が無理やり連れてきたからこいつはここにいる、違うか？さあ、それはどうかな。あのさ、お前のそういう態度、俺がムカつかないと思ってる？思ってないよ。でも別にお前に腹を立てられても俺は気にしないってだけ。ああそう、相変わらず嫌なやつだな、トーマ。こいつの家にいたずらされてたのは俺も見た。ひどいな、あれ。だから自宅にいない方がいいってのは俺もわかる。でもだったら何もお前ん家じゃなくて、ウィークリーマンションとか女友達の家とかいろいろあるだろ。なのにそうしなかったのはなんでだ？誰にも黙って自分の家にこいつを軟禁して。なんでだろうね。シンはどう思う？どうもこうもない。トーマ、お前は単にこいつを自分の手元に閉じ込めときたかっただけじゃねえのか？弁解はしない、そういう気持ちもあったからね。でも黙ってたのには理由がある。俺は今回の件に関して俺以外の人間を信用してない。
シン、お前もね。だろうな。そういう性格だよ、お前。そういうことだから、事情が分かったら帰ってくれないかな。正直な話、お前もこの場にいさせたくないんだ。それで俺が帰るよって言うと思ってんの？言うさ。何が最善かをお前が理解すればね。ちょっといい？シン、外に行こう。こいつには聞かせたくないんだ。こっちに来ないでね。来たら温和な解決方法を捨てて、シンを殴り倒して二人セットで監禁するよ。は、おい、冗談だろ。割と本気だよ。正午以来殴り合いしてないけど、どっちが勝つかやってみるのも面白いかもね。ち、話くらい聞いてやるよ。ほら、行くぞ。行っちゃった。廊下で話してるのかな。ねえ、二人の話、盗み聞きとかできないかな。聞いてるのがバレたらまずいか。どうしよう。ねえ、二人が戻ってこないうちにできることって何かない？うん、そもそも君はこの状況をどう思ってるの？逃げたい？逃げなくてもいい？僕はトーマを信用してたけど、今はもう違う。トーマは怖い。でも君がそれでもトーマを好きなら、今の君がトーマを信じていたいなら、僕はその気持ちに従いたい。だって君の人生だから。記憶を取り戻した後、一人で生きていかなきゃいけないのは君だからね。だからさ。あ、二人が戻ってきちゃった。シンは理解してくれたよ。え？納得は全然してねえけどな。今日のところは納得してくれなくても、おとなしく帰ってくれたらそれでいいよ。そういうわけだから、当面現状維持でいくよ。いいね？いいねじゃないだろ。できるだけ近いうちにこいつをここから出すからな。そのために俺も。シン、お前は何もしないでくれる？この件は俺に一任して。はあ？なんでだよ。言ったろ、俺は誰も信用してない。それだけの話だよ。てめえ、トーマ！怒るのは一人になってからにしてくんないかな。ここで怒鳴り合いして何かいいことある？俺はね、こいつを守ることだけを最優先に考えてる。他のことはどうでもいいんだよ。お前も、それ以外の人間もね。んだよ、それ。それじゃ、こいつにどう思われるかもどうでもいいってこと？そうだよ。究極的にはね。ほとんど呪いだな。俺もそう思うよ。じゃあね、シン。帰り道に気をつけて。今日のところは帰る。けど、何かあったらすぐに俺に連絡しろよ。トーマは俺を信用できないって言ったけど、それはこっちだって同じだ。お前をトーマに任せっきりにしたくない。トーマはお前の恋人でも何でもないんだから。え？今なんて？じゃあな。今の聞いちゃったよな。さて、どういうことにしようかな。シーンを口止めしとけばよかったな。失敗した。俺は嘘をついてると思う？お前が何もわからないのを利用して、お前を騙して彼氏のふりをしてたって。え、じゃあトーマは君の記憶が戻ってないことに気づいてたの？あ、そうだ。お前の家の嫌がらせも全部俺の自作自演かもね。そうやってお前を追い詰めてこの部屋に監禁してたんだ。俺が怖い？まあ、そうだよね。こんな男、怖くないわけない。ったく。
思いがけず邪魔が入ったな。うまくいくと思ったのに、願った通りにはならないね。何にせよ、俺はお前をここから出す気はない。抵抗し、トーマ？何か飲まされたの？ごめんな。俺はさ、何もかも遅かったのかな。それとも我慢しすぎたのかな。お前を泣かせたくないだけなのに、たった一つのその願いすら叶えることができない。俺は、ま、そうだろうなとは思ってたけど。じゃあどうする？俺は応援した方がいい。ああ、そう。じゃあ、結果報告だけして、成功したら思い切り冷やかしに行くから。バーカ、遅すぎたくらいだろ。でもさ、そんなことして、ファンクラブの奴ら平気なのかよ。うるさそうだぞ、あいつら。ったく、こんなことになるなら、ファンクラブなんてやめとけよかったのに。ミネに誘われたからって、面白半分で入るってアホだろ。言っても後の祭りだけど。決戦は夏休みってことか、なんつっていいのかわかんないけど、頑張れよ。気がついた？今、シンとの会話を思い出してたね。まだ、ぼーっとしてる？あ、いきなり立ち上がったりしないでね。頭、ぶつけるから。とりあえず、一応大丈夫だから。危険なことはないから、ゆっくり起きて。驚いた？おはよう。よく眠れた？寒かったりしない？寒かったら毛布とか中に入れるけど。それ、大型犬用のケージなんだ。部屋に入れるの苦労したよ。鍵は南京錠をかけてあるから、お前はそこから出られない。力ずくて壊そうとするとか、無駄なことしないようにね。大型犬とお前、どっちの方が力が強いか比べても仕方ないだろ。そもそも簡単に壊れるようにはできてないしさ。食事とかはちゃんと差し入れるから、トイレとかシャワーの時も出すよ。安心して。安心してって、こんなことしといてよく言えるね。トーマを信用して今までこの子と一緒にいさせたのがバカみたいだ。ごめんな。でもこうでもしないと、お前はこの部屋から出ていくだろ。それだけはさせられないんだ。ごめん。俺、お前に謝ってばかりだな。謝ったって、お前の気持ちを逆なでするだけかもしれないけど。ああ、だけどさ、お前がそこに入ってるのも、お前にとって悪いことばかりじゃないよ。本音で言うと、そろそろ俺も厳しくなってきてたからさ。一緒に暮らすとやっぱきついね。でもケージの中ならそうそう俺にも手を出せないし、だからおとなしくしててよ。好きでもない男に襲われるのも嫌だろ。自分が鍵持ってるくせに。
ああそうだ、適当に理由つけてもうここに来るなって真に言っとかないと。ごめんね、本当にごめん。僕何のために君のそばにいたんだろう。君を元通りに、できることならより幸せな日常へ戻してあげたいなんて、そんなこと思ってたのに。こんなの全然幸せなんかじゃないよ。うん、そうだね、君の言う通りだ。落ち込んでばかりはいられない。僕にはまだトーマが何を考えているのかわからない。いくら危険だからってここまでしなくてもいいと思う。外に出ると危ないのはわかるよ。でもこれじゃまるで人の目から君を隠しておきたいみたいだ。そこまでしなきゃいけない理由ってなんだろう。もしかしてあれかな。あのさ、ここに来てから何日目だっけ、外に出た時髪の長い変な男に会ったよね、覚えてる？あいつ、君は奴に殺されるって言ってたよね。その奴って誰かな。今の流れでいくとトーマ？トーマがいずれ君を殺すってこと？考えたくないけど、今の状況じゃトーマも敵に見えちゃうもんね。あの男の言うことを信じるのならだけどさ、あいつも君への嫌がらせに加担してるのかな。君の髪を切ったのは女の子だったけど、そもそも犯人なんているのかな。だってもしトーマが全部君を陥れるために企ててたとしたら。ああダメだ、ここに来てトーマのせいで余計にこんがらがっちゃった。今はそっちの方はいいや、シンプルに考えよう。まずはこの檻から出ることが最優先だ。記憶回復も後回し、とにかく自由にならなくちゃね。腹減ったろ、飯持ってきたよ。中に差し入れるからちょっと下がってよ。で、そんな気分じゃない？もう薬は入れてないよ。一応お前の好きなものを揃えたんだけど、そこ、このトレーを置けるよな。あ、そっか、鍵を開けるんだ。隙をついて何かできないかな。トーマを突き飛ばして逃げるとか、何かそういうこと。そう、よかった。食べてくれなかったらどうしようかと思ってたよ。じゃ、後ろ下がって。え？ちょ、え？何それ、手錠？手出して。怖がらなくても革手錠だから痛くないよ。そういう問題じゃない。ほら、早く鉄格子からこっち手首まで出して。鉄格子のこっちで手首つないだから檻が開いても出られないよ。そういうわけだから俺を突き飛ばして逃げようとか考えても無駄。俺が手にトレーとか持ってる時がお前にとって一番狙い目だと思うしね。このくらいしとかないと。飯ここに置いたから手の方は外すよ。もし
お前が飯食わないってハンスト始めたら、俺も考えがあるから。栄養補給は口からしかできないってわけじゃないしね。トーマから逃げるなんて本当にできるのかな。あのさ、俺ちょっと出かけてくるから。出かけるってこんな時間に？もう夜の11時過ぎてるのに。俺がいないからって暴れるなよ。その檻壊せないからな。あともう寝る時間だよな。電気消してくよ。それじゃまた後で。同じ部屋にトーマがいるとものすごく圧迫感あるね。重圧っていうか。夕方までの僕なら、わーい、トーマがいなくなった、この隙になんとか脱出しようって言うんだろうけど、手錠まで用意するトーマの性格を考えると、トーマがいないことが好きだなんて思えないや。トーマどこ行ったのかな。君の家かな。その場合、君がメール見たことに気づかれちゃうね。最悪だ。と言っても今以上に最悪の状況もないか。ちょっとこの部屋の中見回してみる。君は檻から出られなくても、僕は檻関係ないからさ。あ、君の携帯とかカバンは棚の上だね。当然檻の中からは届かない場所だ。ケージの鍵はない。トーマが持ち歩いてる可能性が高いな。ん？あれ？じゃあこの鍵は？ねえトーマ、君の家の鍵を置いてってるよ。じゃあ君の家に行ったわけじゃないんだ。てっきりそうかと思ったんだけど。あと変わったことは、あ、パソコン起動しっぱなしだ。ノートパソコンの画面を閉じちゃってるから中は見えないや。でもどうせ大学のレポートだよね。他に何かないかな。目新しいものはないか。あったとしても僕には触れないし。はあ、ただいま。結局何もできなかったよ。一体どうすればこのケージから君を出してあげられるんだろう。ああ、おはよう。ちょっとは眠れた？寝心地いいわけはないよな。かといって中にベッドは入らないし。後でマットか何か買ってくるから許してよ。何か飲むか？紅茶とかコーヒーとか。寝起きだからコーヒーかな。おはよう。ちょっと肩と背中痛い以外は大丈夫そうだね。トーマは夜中2時くらいかな、そのくらいにここに帰ってきたんだ。それでさっきまでずっとパソコンに向かってたよ。なんか変なの調べてたな。祭りがどうのこうの。検索してヒット件数を見るだけで中身は見てなかったみたいだけど。大学のレポートなのかな。何なんだろう。ほらコーヒー。鉄格子越しで悪いけど、昨日俺がいない間いい子にしてたか。へえ、暴れた形跡はないけど、なんかしてたのかな。暴れるくらいの方がお前らしいって言えばそうだけど。
おとなしくしてなかったって素直に言わなくてもいいだろうに。怒りのあまり俺をごまかそうとか思わなくなってんの？